これちょっとあの、今週気になったニュースで、ちょっとね、やや古いやつなんですけども。 えー、荒れる成人式について、えー、論客3人の意見というやつですね、えー。成人式を所得階級別に開催せよというですね。<laughs> で、成人式で暴れたいやつばっかり10%が参加してるっていうのと、あと、成人式が荒れるのは大人がこびるせいだっていうふうに話してるんですね。三、えー、3つとも面白い意見です。まあ、詳しくはですね、リンク先を見てください。で、3番目から行きましょう。成人式が荒れるのは大人がこびるせいだと。つまり、成人式っていうのはですね、その、 いつの世でもなんか若者っていうのは騒いだり目指したり使ったりするのが当たり前だからそこをお客様のように新成人に接してるから大人がそういう態度を取らないからですねバシッと言わないからですねダメなんだとこれはいわゆる あの、そんなの所詮甘えだよってやつの逆バージョンですね。何でも大人が悪いっていうふうに言う問題なんですけど。まあまあ俺あんまり好きじゃないんですけど、そういう風な意見もある、あるでしょ。で、二番目は、成人式で暴れたい10%だけは参加してるっていうのは、これね、あの、各都道府県市町村ごとに成人式に実は参加する人数っていうのは、もともと、例えば、二十歳になる人がですね、 2万人いる都市でもですね、実は2000人くらいの会場しかないと。成人式はみんなが参加できるものだと言いながら、実は野球場みたいな、 なんだろうな。本当に成人が全部参加するところでやってるとかがもうないと、ほとんど。そうじゃなくて、もともと10人に1人とか20人に1人しか来れないようなところでやってんだと。じゃあ、そこに来る奴はどんな奴なのかっていうと、まあ、騒ぎたい奴とか、もしくは騒ぎを見に行きたい奴。それはもちろん、真面目に成人式やわようとか、うちの、あの、地方の成人式まともでいいなと思いながら行く人もいるんでしょうけども、 もうこんなに成人式が荒れてる荒れてるって報道されてんだから、来る奴はもうどこの馬鹿がどんなこと知らすするだろうかとか、何もなかったら何かエピソードが語れないとかですね、ひどいことがあったらひどい、やめてほしいってツイートしたい奴とか、そういうふうな奴ばかりが言ってんじゃねえのっていうのは2番目の奴ですね。まあ、それはその通りだと思います。で、 まああのニコダムのゼミっていうのは考え方っていうのをいろいろあの話すところなんでじゃあですね、えー、どういうふうに考えるべきかということで解決案を出してるのが1番目でですね、えー、所得別階級に開催せよというですね日本はすでにもう完全に階級社会になっちゃってんだからどうせあのこんなところに。 ええとね、なんで成人式が荒れるのかっていうと、実は日本っていうのは小学校、中学校では階級が変わってもですね、階層階級が変わってもですね、同じ学校に行くのが多いと。だね、小学校だけはあの、公立に行ってるとか、中学までは公立っていうのはいくらでもいいんだけど、そっから先は成績によって、もしくは家の金持ち度合いによってみんなどんどん学校が変わりますよね。で、それが成人式っていうのがですね、 もう本当に一回バラバラになって階層ごとに分かれちゃった人たちが久しぶりに会うパターンなんで、 え、恵まれない奴、評価されてない奴であればあるほど、今ここで生涯の思い出を作ろうとしてしまう。つまり、いい大学に行った奴とか、なんかんだろうない、いい目見てる奴に対して、俺たちだって生きてんだぜっていうふうになっちゃうのは当たり前だ。だからもう思い切って階級ごとにしてしまえっていうですね。<laughs> ま、これ、極論、極論であります。極論であるんだけども、あの、もうここまでするんだったらですね、成人式なくてもいいかなと 思うんですけどいや成人式これまであったんだからなくなったらかわいそうというのはそりゃかわいそうはあるはあるんだけどもかわいそうって思うんだったら自分たちで自主的に開けばいいだけですよね。なんで公的資金を投入してですね市役所とか区役所とかですねもしくは東京都が開催しなきゃいけないのかって言ったらそんなもん自分でやりゃいいだけのことであってもうすでに。 なんだろうな。あの、成人式っていうのを公的なものでやる時代っていうのは終わっちゃって自由な時代になったから荒れるんだっていうのがですね、僕は今回の実は落としどころだったと思います。かつては、なんだろうな。偉い人が来て前で退屈な話をしてもそれを聞くのが成人式だみたいな関係性があったんだけど、その関係性がなくなっちゃったからもう成人式って本来成立しないんですね。で、成立しないのに、 やっちゃってるからどんどん困ったことが起こる。困ったことが起きるからやめればいいんだよって。それでかわいそうとか辛いと思う人はそこから自分たちの成人式を作れば、ああ、どんなに同年代を集めたら荒れるのかっていうのがですね、自分たちの責任でできますから、<laughs> あのー、成人式、俺たちの成人式がなくなって悲しいって言うぐらいだったら自分たちで成人式やりゃいいだけのことでありますというふうに、ちょいとですね、僕は、 あの、エモン的にですね、やりたい奴が、あの、自分責任でやればいいんじゃねえかと、冷たく思いました。<laughs> もう俺57だもんね。<laughs>